ショプロンにある本社 JL ショプロンウェーベンフルト鉄道、ドイツ語、ロブ・オーディンバーグ、エボン・フター・アイゼンバーン・オクテ・ゲゼル・シャフト、略してロエーエは、ハンガリーとオーストリアで営業している鉄道会社である。1872年に設立され、本社は、ハンガリーの JL モションショプロン県のショプロン市にあり、オーストリア支社がショプロン市の国境を越えた、もっぱら、クロアチア人が居住する。 隣村のブルカプローダースドルーフ村にある。路線の長さは 434.7km。従業員数は約2000人。相性はハンガリー語では、リップカビセット、ドイツ語では、ラバーバーンというものがある。ラーバーバーン、ラーバー鉄道とも。G7 の設立申請は、ビクトルアランガー断尺が行い、1872年、法律。 第27号で設立が決められた。設立株主総会は1875年2月1日、ブダペスト市で開催されたが、ビクトルエアランガー男爵本人は出席せず、ウィーンのエアランガー銀行の元頭取だった兄の、ルートビヒエアランガーが、代理人として出席した。最初の路線は1876年1月2日に、ジェイルとショプロンの間に開通した。 ショプロンとエーベンフルト間の路線が開業したのは1879年10月28日であった。支線のフェルテ地域鉄道は1897年12月19日に営業を開始した。ハンガリーでは第二次世界大戦後共産主義のハンガリー人民共和国が成立し、国内のすべての鉄道会社は国有化されたが、ジセブだけは オーストリアとの国境を複雑にまたいでいたため、国有化されず残存している。ジセブの2009年現在の株式は、ハンガリー政府が65.6%、オーストリア政府が28.2%、ウィーンに本社を置く、建設企業であるシュトラバグ欧州株式会社が6.1%を保有している。ロ路ンズ赤色がラーバーバーン。ありがとうございます。